溶融事業原子炉の構造溶融事業原子炉は溶融事を一時冷却剤として使用する原子炉である。多数の設計が行われたがそのうち少数が建設された第四世代原子炉としての一つの概念である。復火ウランなど溶融状態の復火物事を一時冷却剤としてそこへ各分裂物質を混合させ黒塩を原則剤とした炉心に低圧で送り、 臨界に到達させる。高温の溶融所は炉心の外へ循環させ二次冷却剤と熱を交換させる。燃料の設計は様々である。液体燃料原子炉特有の複雑な問題の発生を回避するため、溶融園内に各分裂性生物を含まない構造の新型高温原子炉も設計されている。大温流に建設された航空機用原子炉実験。後に、 むずに、改造詳細は、航空機用原子炉実験を参照アメリカでの、溶融使用型原子炉の研究は2.5、MWTH の原子炉実験装置を用い、高出力密度の動力源として、原子力航空機に搭載することを目的とした。計画は、結果的にハター、L, ハター t e r 2 h a t 3の3機の実験機を作って終わった。実験には、 溶融状のノフ ZRF4UF4 が燃料として使用され、酸化ベリリウムが原則剤、液体ナトリウムが冷却剤として使用され、最高運転温度は摂取860度だった。1954年、1000時間運転された。実験には、インコネル600合金が構造と配管に使用された。ムズプラント外用送り自国立研究所で九百六十年代に、 MSR の研究が進められた。溶融ジオ原子炉実験装置が設置され、出力は 7.24MWTH であった。1970年から76年にかけて、リフビフに THF4UF4 を燃料と、する MSR が設計された。原則材に黒塩を使用し、ノフナブフ4を二次冷却材に使用した。最高温度は、摂取705度だった。しかし、 設計のみで実際には建設されなかった。インド、中国では、レアアース鉱石の精錬に伴って発生する、副産物であるトリウムを溶湯塩に溶かして、燃料として使用する溶湯塩原子炉の計画が進められている。計画は、天然ウランからプルトニウムを生産する段階を達成し、現在、高速増殖炉でプルトニウムを燃焼しつつ、トリウムを ウラン233に転換する段階に入っている。着火剤は、ウラン原発の廃棄物でもあるプルトニウムを利用する。現在、約1万世帯をまかなえる発電量である1000、キロワットクラスの幅5メートル、高さ1メートル、奥行き2メートルの小型炉などが研究されている。小型の溶融事原子炉には、黒塩原則材を使用する方式をとっている。 1 0 0 0ット級の小型トリウム原発の場合、燃料の崩壊熱が少なく、また燃料である摂取700度に溶けた溶融樹の液体トリウム自体が自然循環し空冷可能であるため、冷却機能喪失時も受動的安全を保つ。従来の軽水炉等のような燃料棒自体が存在しないため、冷却機能喪失時の燃料棒溶解、燃料棒と冷却水との反応による、 水素発生といった事象は起こり得ない。さらに不測の事態が発生した場合は重力によって燃料子を一時系の下部に設置されているドレインタンクへ自動排出させる安全装置が存在する。ドレインタンクと一時系は凝固弁によって繋がれている。冷却機能喪失等による燃料の加熱が起きた場合にはこのバルブが先に熱によって余裕し燃料使は 下のドレインタンクに落下、排出される。つまり、緊急時には外部からの制御を必要とせずに、自動的に燃料の排出が行われる。ドレインタンク内で溶融樹は、摂氏450度以下に自然冷却されて、ガラス状に凝固し、放射性物質の飛散を防ぐ。またドレインタンク内に減速剤となるものが存在しないため再臨員も起こり得ない。一方で、 用油事用として用いられるフリーベイの構成元素であるベリリウムやフッ素に関する科学的特性の問題が懸念されている。またトリウムは転換できるため燃料消費量が少ないとされる。トリウム融油事用では気体核分裂性生物を運転しながら抜くことができるため一次系の用油円中の核分裂性生物が増えて中性子を吸収するまでの間燃料交換なしで 最大30年連続運転が可能と言われている。したがって燃料交換回数が減り、再処理工場の処理量を減らすことが可能となる。ただし、このような設計は、配管が長期間溶融状と接触し続けることに、つながるため長期の耐食性が問題となり、各分裂性生物によって、配管に長期的な腐食が起きる可能性が指摘されている。 プルトニウム発生量は年間100万キロワットの軽水炉で約230キログラムに対して常実の規模のトリウム溶油ジオロでは約0.5キログラムである。発生するプルトニウムはほとんどプルトニウム238であり、兵器に適するプルトニウム239が十分に含まれていない。かつ生成されるウラン232からできる、娘核シュタリウム208が強烈な、 ガンマ線を放つため、ウランを核兵器に転用するのも困難であり、その点では途上国への導入が期待される。放射性要素、放射性セシウム等の核のゴミは出るため、いずれにせよ、使用済み燃料や高レベル放射性廃棄物の処理は必要となる。欠点として溶融状の侵食性が高く、圧力容器や配管の腐食による税化の対策が、 軽水に比べて困難である点が挙げられる。これに対して、東京工業大学の関本博士が、タンク型高速溶融樹炉を発案している。これは、大型の容器型の原子炉内で溶融樹を自然対流させる構造で、配管のような細い部分を高速で流れることがない、ため税化対策や圧力溶け破損時の対策が容易になる。炉内に熱交換器を設けることで、 原子炉を冷却止熱出力を得る。2011年から12年にかけて、静岡県の川勝平太知事が、記者会見にて、トリウム溶油ジオ炉について複数回言及している。2016年3月カナダのテレストリアルエナジー社が独自開発した溶融ジオの建設計画を申請。2020年代に商業用実証炉の完成を目指す予定。ありがとうございます。